宮城県道218号大島老番線は、日本の東北地方の気仙沼市域を通る宮城県の一般県道である。気仙沼市の離島大島と気仙沼市東部を結ぶ路線である。気仙沼大島大橋の架橋工事が進められ、2019年4月7日に開通。2021年3月30日、気仙沼市、伊足さ内の760メートルが開通し、 宮城県道218号大島老番線は全線開通した。気仙沼大島大橋は宮城県気仙沼市の本土と離島である大島とを結ぶ道路橋である。愛称は鶴亀大橋。東北発の離島に架か,かる橋。全長356メートル。最大島町は東日本で最長の297メートル。 1967年以来、大島への加強は50年以上も望んで、叶えられなかった悲願であったが、2011年3月中旬に、東日本大震災が発生すると、日本に、とりわけ、東北地方の太平洋側3県を中心とした地域に、災害復旧復興の機運が湧き上がる中、大規模被災時の孤立化が避けられない、大島の置かれた状況も大きく変化し、 復興のシンボルとして、宮城県を主体とした、整備事業が推し進められる運びとなり、大震災からおよそ8年後、橋本隊の着工からは、約4.5年後の2019年4月7日に、開通した。佳橋事業の費用は、橋単体で約60億円、総事業費は約270億円であった。2011年10月20日に、 宮城県庁で開催された第一回、県道大島老番線、大島架橋設計検討委員会で、橋梁形式を中地や千葉市にすることが決定された。2012年4月に用地買収が始まり、2013年1月23日に大島架橋事業起工式が、2014年11月15日に、橋梁本体の起工式が行われた。また、 本体工事機構式では施設の名称と愛称名が発表された。2017年3月29日12時30分、気仙沼大島大橋の仮設が完了、10月17日に本体工事が終了した。2019年1月4日、宮城県から同年4月7日15時に供用開始することが発表された。なお、それまで大島の暮らしを本土とつないできた。 大島航路は、大橋の開通に合わせて、開通日の気仙沼航発19時の最終便をもって1906年、以来110年以上にわたる、定期航路の歴史に幕を下ろした。橋の年表気仙沼大島大橋に関するカテゴリー、ありがとうございます。